本当にあの道なき道をまさに走るんです。車の限界域、そして自分の限界域っていうのに直面するんですね。多いと1日本当に10時間以上車乗ってたりも、その踏み込んだことのない領域に踏み込むことによって新しい気づきっていうのがある。でそれがまあ未来の車を作る大きなヒントになると思っているので、車も進化するしもっと良くなるっていう可能性が分かるから、自分に足りないもの、車に足りないものっていうのを教えてくれる舞台がダカールラリーだと思います。